皆さんおいっす、マリサだぜ。やっぱろう、霊夢よ。はい、チスト完了。それじゃあ今回の質問はこれ。マリサ、何やってんのよ。いや私悪くねえだろ。この動画はスネークとは思えないほどバーストスピードが半端ではないスネーク使いの動画です。よろしければこの後も、ゆっくりしていってね。というわけで改めて今回の質問はこちら。スネークは可愛いと思いますか？いや何よこの質問。まったくだぜ。こんなの答えは5つに決まってんだろ。可愛いから使ってんだよなぁ。え？え？何か変な空気になったけど試合の方を見てきましょうか。相手はネスカ、絶対に許さん。それはあと好き。もう一発、そしたらここ。そんで2キータ。いやすごい猛攻ね、バーストはしなかったけど。このまま一気に詰められれば楽だったんだがな。ここで浮かされてピンチかな？あ、そっちに飛んでいくのね。あと引き、2キータで釣ってみるか。おっと、抜けちまった。めくられても出せちゃうってすごいわね。とにかくブンブンしたけど横強がヒット。いや何してんのよ、空前してきたら上強で迎撃してやろうかなと思ったけどさすがに横 B してくるか。その場回避をまさかの持続で勝っていく。明らかにカスあたりの音だったがやっぱり本当てなんだよな。これはいける。惜しくも2フレームには当たらず。あ、これはもらった。え、どういうこと？これが急降下メテオだ。食い前でやるもんなの。まだまだだな。それじゃあ2戦目行くぜ。お相手はゼロサムね。動きは速いが体重は軽いからそこをついていきたいな。おお、綺麗な回避。ってあれ、なんで今の攻撃食らってないの？握ってた手榴弾に吸われたのかな？相変わらず謎仕様が多いぜ。っていうかこの逆向いて手榴弾って結構難しいんだよな。さすがにまぐれだがいいジャスガで追い出す。上から復帰ではなかったわね。ジャンプを潰したがったが相変わらずめっちゃ高いな。おっと危ね。だがそれは甘い。おお、綺麗な復帰阻止。飛び込むのはいいがリスク管理はしっかりしないとな。よ。それってめっちゃ強いわよね。結構強いと思うが使ってる人全然見ないんだよな。手榴弾空へ。手榴弾を蹴って当てていく。掴まれないのはありがたい。すげえ時間調整。いやこれステップ2回するといい感じに当たるんだよな。そんな抽象的な感じでいつも投げてたのね。しゃがめば大丈夫。いやー、相変わらずめちゃくちゃ理不尽ね。ガードするだろ。こっち。普通に読み勝ったわね。どっちかっていうと歩いてからの反転上強をしたことを見てほしいんだが。これは後好き。一発目は外したが二発目はしっかりヒット。ゼロサムの下銀にも追いつけるとはとんでもないわね。空母で押し出されてしまった。おっと、ガードできてよかった。あとは2キータで詰める。思いっきり蹴られたけど無理やり当てていく。そこだ。今のは単に DA の持続が終わっただけかな。いや言うて凄まじいことしてるけど。それじゃあ3戦目ね。相手はガノンだな。でかい一発で壊されないようにしないとな。それは DA で潰せる。とりあえず弾幕を張っていくか。お相手のジャンプの位置にウエスマががっちりはまる。思ってた以上にガツガツはまっていくな。今の手榴弾スネークには当たってないのか。あ、これはやっちまった。でもそこは危険だぜ。今のは C4 が見えてなかった感じだったわね。スネーク側は当然として相手にしても C4 の場所の管理は大切だな。っていうか2フレーム駆られてるわよ。今の勝ってくるとは。じゃんけんには負けず DA。あ、ポロリした手榴弾が爆発した。これ切り札ありだったのかよ。あ。見事に回避の後引きに切り札を刺される。っていうかなんでそんなにこういう変則ルールの人と当たるのよ。あ。いやスネークなら帰れる。あっこからウェディできる上に天井に受け身取れるのね。切り札でバーストして焦ったがお前もここまでだ。手榴弾から食えぬ。DA に繋いで。回避。そしたらに聞いただ。どうだ、霊夢。リアクションする間もなく試合が終わったんだけど。任務完了だ。
それじゃあ4戦目に行くぜ。お相手はゆかね。また出やがったな、マザー組。本当にマザー組に対する恨みが半端じゃないわね。あ、マリサはこう言ってますが別に使ってる人が悪いということではないのでその辺は誤解しないようにお願いします。反転空後、あとはよく見て、もう一発。いや、なんか知らない間にバーストまで行ってるんだけど、自分的にも今のでバーストできたのはびっくりだ。はぁ、やっと話せるような時間ができた。別になんか話すことあるか？いや、だって今回は展開が早すぎて視聴者さんもきっと疲れてると思うのよ。だからちょっと休憩タイムね。と入ってももう動画時間終わりじゃねえの？ってまだまだ時間あるじゃん。4試合目とは思えないわね。いつもだったら多くても4試合だし。まあたまに入んじゃねえか？こんな感じにスピーディーなのも。スネークはいつもバーストにめっちゃ時間かかるからな。いや、いつものあんたも展開はそこそこ早いけどね。さて、雑談で休憩したしどんどん攻めていくぞ。ここは下投げで様子見。攻撃できたか。いった、当たるのかよ。ちょうど無敵が切れちゃったわね。ここは急降下回避。ひも蛇をかわして DA、ニキータは当たるかな。ここは切っちゃえばいいか。あ、避けられた。でももう一発。8-4フレームの威力じゃねえな。いや、今さら言うの？こちらスネーク、これを聞かせる。はいはい、5戦目行くわよ。相手は CF だな。グエムで運ばれるのは手榴弾で抜ける。ちょっと欲張りすぎたかな。メテオだけは絶対に回避。DA カス当てから DA。さすがに回避されちまうか。甘い差し込みは上強でぶっ壊す。投げれば当たるかな。なんか耳のタイミングで爆発させてるように見える。あ、掴んでしまった。とりあえず上に参ります。 C4 は危険です。台があるとそういう使い方できるから本当に強いわね。ここは横強で、そしたらニキータ。ニキータで2フレームを買っていく。爆破範囲のおかげで結構適当にやっても当たってくれるイメージあるな。あっと、その位置から空前狙ってくるのか。でも空前っていうのはな、こう当てんだよな。はぁ、今の何？過去一で気持ち悪かったんだけど、自分で言うのも変だが今のはすげえな。スネークの空前って本当はめちゃくちゃ当てやすい強技なんじゃ。いや、それはない。ここは下かな。お互いに爆発したのに空後はちゃんと当てていく。思ったより伸びてくるな。なんか空下で差し込みは始めたわね。それは後好きだぜ、ニキータ。わただの釣り。いただき。派手な演出はないもののすごいプレイね。なんか締まりが悪いな。続きまして6戦目だぜ。お、スネークミラーね。言わずもがなしは HP の方だぜ。手榴弾爆発しないか？自分のどころか人の手榴弾でもクエヌに繋げるのね。いやー、2個捌くのはきついかな。一発はもらっちゃったけどパーセント有利には変わらないわね。引きに手榴弾がヒット。あとは弾幕張りまくってバースト狙っていくぜ。おっと、逃がさねえぞ。へぇ、そこまで追いかけるのね。あとは詰めて終わりだ。おお、手榴弾一発だけでバーストまで持っていった。ああ、弱のつもりが食えぬしてしまった。勝てー。あ。くっそー、間に合わなかった。今の深追いしたのが良くなかったわね。今度こそ叩き落とす。一発当てて。もう一発。あのままバーストできたら動画化だったんだがな。いや、バーストしなくてもさっきの連続空後だけでも凄まじいプレイだけどね。と入っても今のでバーストできなかったのはぐだりそうで嫌だな。あ、もう何が何だかわからねえ。横強で飛ばされる。け、ここで回り込むのかよ。危な、突き狙ってきやがった。くらえ。今の当てるってやば。危ねえ、全く C4 見てなかった。今のつかめんの。もうここで決めるぞ。回避を誘って DA。そしたら上に参ります。スネークミラーはやっぱりニキータが決め手になることが多いな。いや、もうそんなことより今回の動画はスピーディーすぎて疲れちゃったわよ。これでスネークイコール陰キャみたいな考えが減ると嬉しいぜ。っていうか6試合も実況したのなんて初めてよ。最近はライバルが多いから私も目立っていかないとな。いや、ライバルっていうか全部あんたの分身みたいなもんでしょ。なんかめたい空気になったところで今回はここまでになるぜ。この動画はいかがだったかな？よければコメント、高評価待ってます。次回も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録して待っててくれな。また別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。
今回は本当に早い試合ばっかりだったわね。言うて毎回こんなに早いわけじゃないがな。スネークがマチキャラっていう概念がぶっ壊れそうよ。まあいいだろ、普通のプレイじゃゼルダファンの人たちを引き込めないからな。え、このチャンネルはもうゼルダチャンネルじゃないわよ。まあいろんなキャラ出てきて意味わからんくなってきてはいるな。まあこれからもいろいろよろしくお願いします、マリサさん。